アツモリソウ族キュプリペディウムは卵化植物に含まれる分類群の一つ。温帯性で大きな袋状の神弁を持つ。アツモリソウ族は卵化アツモリ僧赤に所属する。この赤に所属する四族のうち唯一温帯域に分布を持ち、一部は鉱山帯やツンドラなど極めて寒冷な気候の地域にも生育する。 花は大きな袋状の新弁が特徴的で、厚森ウはこの新弁を平厚リのホロに見立てたものである。英名はレーデススリッパーズなど、やはり新弁の特徴にちなんだものとなっている。学名はサイプリスとテデロンからなり、ビーナスのスリッパの意で、やはり新弁の形に基づく。なお、このような特徴は厚ソウ赤に共通するが、この属のものは、 植物体の地上部が火力性であることや茎が立ち上がることなどで区別される。日本産のものは園芸目的の最終圧のため絶滅が危惧されているものが多い。小厚森層の図火力性で多年生の草本で地上性の乱。地中には多少とも横に這う根茎を持ち、地上に茎を立てる。茎には数枚の葉を持ち、種によっては2枚が発達して、 体勢のように見える。葉は幅広く膜質で多くの脈があって膝折れになっている。例えば、熊谷草は補服形を長く伸ばし、間を置いて茎を立て、茎には楕円形の幅広い葉を体勢状につける。厚森草は根茎はごく短く、互いに接するように茎を立て、茎には数枚の葉を補正する。花は茎の先端から出る花系に単独でつくか、 あるいは数輪を相状につけるが多くは見輪程度である。日本産のものはすべて一花の実をつける。花は植物体に比べると大きくて目立つ。外花皮は大きく開くが、側学片は往々にして左右が融合して新弁の後ろにつく。内花皮のうち側花弁は左右に開くが新弁は大きく袋状となる。 オスしべとメしべは融合して髄柱を形成し、その先端には仮オスしべがあり、その下面に中東、基部の下面左右にオスしべがある。花粉は粘液で塊を形成し、花粉界を作らない。花の構造は厚森草を赤にほぼ共通するが、この属の特徴として、新弁の円が中央によって全体が袋状になることが挙げられる。 ただし、バナの厚もり層のように新弁の縁が狭まらず、バケツ状になった例があり、パフヨオペティルムミクランサムやフラグミペディウムシュリミーなど、他族にも袋状の新弁を持つ例はある。それ以外にこの属を同赤の他族特別する、特徴としては、火力性であること、茎が伸びて地表から立ち上がること、葉が薄くて重層する脈が多く、新馬が出る際には何度も膝折りになった状態で出る。 こと等が挙げられる。ユーラシア一帯とメキシコ異北の北、アメリカに分布する。寒冷な地域に多く、高緯度の地域では平地にも生育するが、より低緯度の地域では標高の高い場所に出現するものが多い。日本では熊外草は例外的に九州にまで分布し、平地にまで生育地があったが、それ以外のものは中部以北の山地帯や鉱山帯などに見られる。 より南では中国の四川省から雲南省の標高1500メートル以上の高地に多くの種を産する。この地域ではパフィオペディルム属と分布域が重なっている。日本産のものは園芸上の干渉価値が高く評価されてきたが、そのために各地で採集され、そのほとんどは絶滅危惧種として取り上げられるまでになっている。約40種が知られる。日本には 以下のような旬が知られる。それ以外に以下のような旬が知られる。唐沢 P175 この章は、主として、佐竹ほか P190 斉藤 P174 斉藤 P173。ありがとうございます。